お待ちください。お前は来ないものと思っていたが。やはりあなたを行かせるわけには参りません。サマリルを復活させることはできても、今のあなたにその手綱を扱えるとは思えません。ならば止めてみろ。お前に撃たれるようであればそれまでのこと。もとよりそのつもりです。俺だってサマリルを復活させたくはない。話を聞くだけで十分だ。神に喧嘩を吹っかけて世界を滅ぼそうとした奴と関わり合いになんてなりたくはないさ。だがフィオナはどうする。このままだとフィオナは助からない。それは仕方ありません。フィオナ様も事情を知ればきっと納得していただけます。勝手に決めつけるな。誰だって生きていたいんだ。その望みがあればな。他人から見れば醜く映るかもしれないが、そんなことは関係ない。どうするか決めるのは自分自身だ。他の誰かじゃない。所詮人は神の足元であがきもがく定め。今さら綺麗事を並べたところで繕うことはできぬだろう。そうですね。私は森人として神より世界を託された一族に生まれた者として、サマリルの復活だけは何としても阻止せねばなりません。皆様がサマリルを復活させようとするのであれば私が止めます。お父様どうしよう。ソフィアは本気だ。やらねばやられる。覚悟を決めろ。でもやるしかないだろう。ソフィアは守護獣まで引っ張り出してきてるんだ。とはいえソフィアは傷つけるなよ。守護獣だけ倒すんだ。倒した後どうするの。倒した後は知るか。説得でも何でもとにかくやってみるしかないだろう。生きるか死ぬか、それだけだ。前後立て直す。了
かろう。俺の命と共に。
どめだ。止めさせてもらうぞ。遅い。俺の命と共に包囲殲滅する。俺らを相手にしたのは運の好きだな。主の力試させてもらおう。行くぞ。行きな。それだ。申し訳ございません。当然の結果だな。ここで立ち止まるわけにはいかない。生徒は戦うこと全てが終わる。ならば戦い続けるのみ。追いついてみせる。手に入れてみせる。私の修行に終わりはない。に立てるように頑張ります。これは通過点です。気持ちいい。引き返すわけにはいかない。次はドイツが相手だ。立ち止まるわけにはいかないの。これも前進してまいります。まだ邪魔をするつもりか。なぜ私を殺さないのですか。その必要もあるまい。私の姓ある限りあなたの前に立ちはだかります。だからどうした。お前の存在がどれほどの脅威となろう。ソフィア、お前の負けだ。里へ戻り、これまで通りオルディネ様にお仕えするのだ。サマリルのことは私たちに任せてくれ。お兄様、それはできません。たとえこの命が尽きようとも、サマリルは、カオスは封じなければならないのです。分かっている。私もお前と同じ思いだ。私は貴様を信用してはいない。貴様が私たちを信じていないようにな。フィオナを助けるため、そしてメビウスを封じるため行動を共にするだけだ。サマリルを撃ち、メビウスを封印する。その次は貴様の番だ、カオス。この際利用できるものは何でも利用させてもらうさ。なんてったって相手は神なんだからな。だが忘れるな、俺はグレイのことを諦めたわけじゃない。あんたの言うことを鵜呑みにするほど人はできちゃいないんでね。はっきり言ってやればいい。相当なひねくれ者だってな。そういうお前も相当な物好きだけどな。私はお父様の娘だもの。森人の務めを果たし、あなたから必ずお兄ちゃんを取り戻してみせる。長生きはしてみるものだ。神と共に戦い、神と結び合う。
これほど愉快な経験をできようとはな。私も共に参ります。あなたを封じるために。好きにすればいい。カオス様、私もお連れください。体は大丈夫なのか？あの程度どうということはありません。お前の力はメビウスに奪われたのだろう。傷が癒えたとしても役に立つか怪しいものだな。奪われたのはメビウスの力のみ。私の持つ力は私のものです。誰にも奪うことはできません。塩らしかったのはほんの一時か。まあ今のあんたの方がらしいけどな。ジュード、ジェイナスのことは聞きました。残念です。ジェイナスは良き友でした。あんたがそんなことを言うなんてな。あの世の親父が聞いたら死ぬほど驚くだろうな。実際のところ試してみる価値はあるかもしれない。あの世ってところで死んだらどうなるか。もしかしたらこっちの世界に戻ってこれるかもしれないだろう。もし私の目の前に現れたら、愚かな行動を取ったこと後悔させてあげましょう。あんた変わったな。私は変わってなどおりません。そうですね、もし私が変わったとすれば、その責任はあなた方にあります。そういう身勝手なところは変わってないな。あなたにお兄ちゃんは渡さないから。グレイが誰を選ぶのか私の知るところではありません。グレイが決めることです。あなたに自信があれば何も心配することなどないのではありませんか。カオス様、私もご一緒させてください。必ずお役に立ってみせます。いいだろう、共に来るがよい。余計な時間を取ってしまった。急ぐぞ。はい。私は諦めません。可能性がある限り。そうだな。どうすればいいかはわからないが、何事にも解決策はあるものだ。やれるだけのことをしてみるのもいいだろう。私は信じてるから、お兄ちゃんは必ず戻ってくるって。ならばもがいてみようではないか。神の足元でな。その前にまずはオードブルから行ってみるか。